京都ギリシアローマ美術館は、京都市佐京区下鴨北園町にある施設の美術館。なお、本項目では、実質上の前身として、岡山県倉敷市の倉敷美館地区に2000年まで存在した倉敷荷川美術館についても述べる。ギリシアローマ美術のコレクターとして知られる荷川明、岸子夫妻が40年近くにわたって収集してきたコレクションを収蔵。 展示している施設の美術館。運営管理は、皆川家によって設立された財団法人、のりね記念館によって行われている。左京区の学校近隣となる完静な住宅地に、今する隠れ家的な美術館。古代ギリシアエルトリアローマ美術を専門とし、同時代の美術品のうち彫刻、陶器、奏神具、モザイクテラコッタなどを、約150点。 壺絵を約100点ほど収蔵し、系統を立てて展示している。荷名川夫妻による美術館としては1972年、倉敷美館地区に設立された倉敷荷名川美術館が実質上の前身といえる。ただし、京都ギリシアローマ美術館が設立された1997年から倉敷荷名川美術館が閉館する2000年までは、実質上の二館体制となっていた。 財団法人、のりたね記念館による運営。館長は、蜷川明。ありがとうございます。